ウクライナ軍が反転攻勢を仕掛けている戦線の一つ、ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州南部を流れるモクリアリー川沿いの戦闘について、みんなは知っているかな？ここでは、スタロムリニフカの北にあるウロジェイネをめぐる攻防戦が激しくなっていることが伝わっているな。そうだね。さて今回はこのドネツク州南部でのウクライナ軍の進軍状況について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。8月12日にスタロムリニフカ方面のロシア軍に従軍しているとみられる軍事特派員が、ウロジェイネをめぐって激しい戦いが続いているとして、ウクライナ軍は小編成の部隊を最前線で活動させてロシア軍砲兵部隊による反撃を誘い出し、その位置を特定した上で叩き本隊を我が軍の陣地に送り込んでいるとウクライナ軍のこの地域における戦術を報告したよ。そしてこの特派員はさらに、このウクライナ軍が実施している戦術は、砲兵部隊が自由に攻撃できるように優勢を保っている場合のみ可能なもので、我が軍がこの状況を打開できなければウロジェイネを失うかもしれないと指摘して、モクリアリー川沿いの戦い全般においてロシア軍は不利な状況に置かれているとして戦線が破られる可能性を示唆したんだ。さらに12日の夜にもこの特派員からの報告があり、ウロジェイネはウクライナ軍によって奪還されつつあって状況は極めて我が軍に不利だとして、敵はウロジェイネ集落内にある村役場にウクライナ国旗を掲げようとしたものの、我が軍砲兵部隊から砲撃を受けて撤退したとしながらも、ここまでウクライナ軍の攻撃に耐えていたのにかかわらず、ここに来てウロジェイネ集落を失うのは痛恨の極みであり、我が軍が敵を押し戻すことに期待しつつも、この苦しい戦況を現実的に受け止める必要があると述べていることから、ウロジェイネが解放寸前の状況にあるのはほぼ間違いと見られているってわけ。インターネットや SNS に上げられている動画や画像などの視覚的に確認できる情報によれば、ウロジェイネの集落の中心部をウクライナ軍の戦車などの装甲戦闘車両が走行していることが確認されているしな。その他にも、ウクライナとの戦争にロシア側として参戦しているルシッチ、ドネツク州の親ロシア極右主義者で構成された破壊工作や攻撃偵察を実施している集団が13日、ウロジェイネは残念ながら放棄されたとウロジェイネの集落からロシア軍が撤退したことを告げているぜ。ルシッチによると、ウロジェイネの集落の防衛に失敗したい原因はロシア軍第36軍の兵士たちの戦闘意欲が欠如していたためであると指摘し、所属する第37旅団の戦車大隊は、ウロジェイネを支援せよとの命令に対して、出動しても敵に破壊されるだけだと主張して、ウロジェイネでの歩兵部隊支援を拒否し、同旅団の歩兵部隊もまたウクライナ軍の攻撃に対抗するだけの戦力が足りないと主張して、10日までに集落の東側にある防衛に適した森林ゾーンから撤退してしまったと、ロシア軍の戦意が欠如していることを指摘して非難しているよ。そしてさらに、第37旅団は実際には旅団の半数以上が後方から出てこようとしないのは、酒を飲むのに忙しいからなのではないか？と皮肉を交えながら報告しているんだ。また、さらにロシア側からの情報発信が続いていて、13日にはウクライナ海軍歩兵部隊の第35旅団と第37旅団が同陸軍の第55砲兵旅団と第1戦車旅団の支援を受けながらウロジェイネの北部に陣地を築いたとしながらも、一部のロシア側情報からウロジェイネからロシア軍が撤退したとの報告が伝えられているが、我が軍は依然としてウロジェイネの南部分を維持しているとした上で、ウクライナ軍司令部が、ウロジェイネの完全支配を確立せよとの命令を現地部隊に発しているとして、今後このウロジェイネ集落をめぐる戦いが激しくなっていく可能性が高いと主張したぜ。このロシア側からの情報が示唆している現在の最前線の位置は、ウロジェイネの東側で抵抗を続けていて突出部となっていたロシア軍部隊が後退し、集落内でも両軍が入り乱れているグレーゾーンになったとして、ウロジェイネ集落をロシア軍が支配できていないことを示しており、動画や画像などの視覚的情報からもウロジェイネの中心部付近でウクライナ軍の戦車が、ロシア軍に向けて発砲する様子が見られたほか、
集落の真ん中を北から南に貫いている大通りでウクライナ軍の装甲車両が進軍している様子や、集落の東側にあるとされるロシア軍陣地に対して、ドローンから爆弾を投下して攻撃している様子のほか、アメリカから供与されたクラスター砲弾によって、ウロジェイネの南にあるザビトネバジャンニャからウロジェイネに向かって、徒歩で移動しようとした小隊規模のロシア軍兵士を攻撃する様子なども確認されているな。ここで注目すべきは、これらの情報がいずれもロシア側から発信されたものであり、ロシア軍がドネツク州南部からアゾフ海にある港湾都市マリウポリに通じる、モクリアリー川沿いの戦線において押されており、ウロジェイネがもう間もなくウクライナ軍によって奪還される可能性が高いとされていることだろうね。このことについて、これまで同じドネツク州のバフムート近郊の戦況を、毎日ように戦況を上げていたウクライナ側からは特段の情報はなく、わずかにウクライナ軍のタルナフスキー司令官が12日にタブリダ地域、ザポリージャ州やヘルソン州とクリミア半島などを含む地域において解放した領土があるとしているが、その詳細については明らかにしていないなどほとんど沈黙を保っていたんだ。しかし、14日になってウクライナのマヤル国防次官が、我が軍はウロジェイネで成功を収めたことを明らかにしたほか、15日にはウクライナ軍参謀本部がそれを受けて我が軍はウロジェイネでの成功を収め、押し上げた前線を固めつつあるとしているが、いずれもウロジェイネを奪還して解放したとは伝えておらず、集落の周辺では戦闘が継続しているものと思われるよ。しかしロシア側からはウロジェイネを失ったとする情報が発信されていることから見て、ウロジェイネがウクライナ軍の勢力下にあることはほぼ間違いないとの見方が広がっているんだ。先出しのロシア人軍事特派員が14日に、我が軍はウロジェイネでの敗北を急いで認めなければならない理由は全くなく、現地司令部では現在のこの複雑な状況を打開する手段を講じている最中であると述べ、現在のウロジェイネ周辺の地域の空はドローンや砲弾、それらによる爆発で発生した煙で覆われており、互いに少しの休息を取った後に再び激しい戦いが再開されるだろうとしていたが、15日には両軍とも持てる全てを昨日の戦いに投入したために、現在は束の間の静寂が生まれていると改めて戦闘が小康状態になっていることを伝えた上で、我々はウロジェイネをウクライナ軍に譲ったが、敵がウロジェイネを占領するために投入した戦力の大部分を粉砕して消耗させたと主張して、ウロジェイネがウクライナ軍によって奪還されたことを認めつつも、ウクライナ軍に多大な損失を強いたことを強調しているぜ。このロシアの特派員の報告には動画や画像などの視覚的な証拠がなく、ウクライナ軍にどれほどの損失を与えたかの確証はないが、ウロジェイネの集落からロシア軍が撤退してウクライナ軍が奪還している状況を認めていることが西側の関心を集めているな。また、一度はウロジェイネから撤退したロシア軍は、体制を整えて攻勢に出る準備をしているのではないかとの見方も出ているが、これまでのこのようなケースでのロシア軍の動きを見てきた限りではその可能性は低いとする声が多いみたい。ドネツク州南部での前進は反転攻勢が開始されて以降、ウクライナ軍は強固な防御陣地にこもるロシア軍の抵抗を排除しつつ、高密度に設置された地雷原を処理しながら遅々とした歩みを見せているが、やがて訪れる二度目の冬までに、どれほどの国土を奪還できるかが注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。